キャロルショップへようこそ。ドローンや戦場に到着しました。行動開始。先輩先輩待って、なんかおもろいもん拾ったで。そうやろ。フォースワンエリアのイベントのようね。遊園地の客引きのアイデアかしら。ルールはこんな感じやな。チラシにある謎を解けば次の手がかりがもらえるんや。すべての謎を解いたら海賊船長が残したお宝をゲットできるで。一つ目の手がかりは、都市を俯瞰する大きな時計、その針は2時を指す？ん？どういう楽しそうやと思ったんやけど、うちは謎解きが苦手や。あら、じゃあ今回はそれに挑戦してみるのはどうかしら。え？隊長？うち
この宝探しゲームに参加してええの？このチラシは異変が起きる前にあったものだから、お宝はすでに発見もしくは回収された可能性が大きいけど、それでもやってみたいなら許可するわ。ほんまに？特選隊員として基本的な推理力や暗号の解読力は必要よ。この宝探しゲームはいい訓練になるかもしれないわ。やった！こんなおもろい訓練はめったにないで。隊長、先輩、誰が先に謎を解くか勝負や。やる気があるのはいいことだけど、こっちはすでに心当たりがあるわよ。みんな早すぎるで。ヒントを与えましょう、キャロル。それがもう一つの手がかりから次の手がかりへと導いてくれるとするなら、謎の答えはあ場所。ああ、なるほど。焦らないで。任務の隙間時間を利用して手がかりを探すこともできるし、途中でピンとくる可能性もあるから。岩の隙間に封筒があったで。きっと次の手がかりや。俯瞰する時計は観覧車で、虹は観覧車の方向のことやったんやな。よくやったわね、キャロル。手がかりがここにあるということは、お宝がまだ発見されてない可能性があるということよ。一瞬でやる気が湧いてきたで。早く次の謎を確認しよう。三つ目の巨人と盲目の巨人に狙われた赤い目の巨人が立つための足元。一つ目の手がかりより難しいやん。焦らないで。フォースワンの隅々を観察すればきっと正しい場所があるはずよ。爪と盲目は街灯の電球で、赤い目は赤信号のことやったんやな。一般の人はほんまに正解できるんかな。挑戦は難しいほど面白いものよ。それもそうやな。正解にたどり着いた瞬間は結構達成感があるもんな。足元なら次の手がかりは。聖戦の名に彩りを添える二束の花。宝はその中に隠されている。隊長、まさか心当たりがあるん？教えてくれへん？あら、キャロル、一人で謎を解くんじゃなかったの？そうやけど。そうや、
これで最後。勝利待っててや、お宝。聖戦がセントフォンテーヌのことで、二束の花は通風パイプやから、ここやな。子供のようにはしゃいで、けど確かにいい訓練だったわ。せやな、あのチラシがなかったら基地の上にお宝があるなんて一生知らんかったやろうな。これが俗に言う東大元暮らし。でも今はそんなことより、この場で待機、少し休みましょう。全て正常です。あなただったのね。あなただったのね。なんでもない、ちょっと考え事してただけよ。でもいいタイミングで来てくれたわね。装備を持って一緒に出かけましょう。着いたらわかるわ。行きましょう。戦場に到着。相変わらず慎重なのね。でもブローニャちゃんたちと一緒に来ると私の目的は果たせなくなるわ。簡単なことよ。ここの構築体怪物と戦いたいの。どうしたの？そんなに驚いた顔をして。怪我のせいでしばらく実戦はお休みだったでしょ。だから戦って前の状態に戻りたいの。それに私たちがセントフォンテーヌ中心部で偵察してた時と比べて新しい種類の怪物が現れたでしょ。
博士たちはサンプルと報告を待ってるんだもの。全部ブローニャちゃんにやってもらうわけにはいかないでしょ。理由は二つあるわ。まず、ここには大量の構築物がいて、ウォーミングアップに最適な場所だから。その次は、ここの構造が未だに不明のままだからよ。ここは私たちが把握しているセントフォンテーヌの秘密につながっている唯一の場所だし、ここを徹底的に偵察するのと同時に、集まってくる怪物を一掃することが私たちの課題よ。もともとは一人で来るつもりだったの。けど、私が急にいなくなったら、きっとみんなに心配をかけると思うから。あなたが一緒だと、いろいろ安心でき。メイ隊長。前と少し違うような。時間は限られてる。他に質問がなかったら、始めましょう。わかった。待って、あそこを見て。あの怪物たち、体内のエネルギー指数が上昇してる。結晶から崩壊エネルギーを吸収してるみたいね。早く止めないと、より大きな脅威になるかもしれないわ。行きましょう。結晶に近づかせないで。出発よ。急いで倒しましょう。昨日までこの結晶をスキャンしたけど、中には比較的密度の高い方通りで怪物たちが集まってくるわけね。ええ、基地に持って帰りましょう。いいえ、私が持つわ。さあ、課題を再開するわよ。こういう崩壊エネルギー密度の高い特殊な結晶を発見した場合は、ついでに回収していきましょう。な、見て、あそこにまた結晶を吸収してる怪物がいるわ。戦いの準備をして。目標地点確認。構築体怪物が私に集まってきてる。まさか私が特殊な結晶を持ってるか。どうやらこれらの特殊な結晶には怪物を引き寄せる効果があるよね。いいえ、結晶は全部私が保管するわ。それも戦術の一環よ。私が怪物を引き寄せれば
あなたは余裕を持って奴らを倒せるでしょ。結晶を分けて保管したら、その戦術的な優勢を無駄にしてしまう。そう思わない？さあ、奥に進みましょう。自分の状態がますます良くなってきている気がするわ。メイ隊長。よそ見せず前に進みなさい。前にも後ろにも怪物が集まってきている。あなたはここに残って退路の確保をお願い。私は前の敵を片付けてくるわ。何をぼーっとしてるの？質問は許さないわ。動きなさい隊員。それは隊長の責任をちゃんと果たすって決めたからよ。あなたとキャロル、あなたたちは逆境の中で私の想像よりもずっと成長した。二人が一人前になったことは私にとって今回の作戦の中で一番の喜びなの。だけど逆に考えるとそれは私のミスでもあるわ。隊員が何の心配もなく背中を預けられる、いるだけで安心して自信が持てる、それが対崩壊小隊隊長だから。今回は一人で背負おうとしないで隊長を思いっきり頼りなさい。この先の道は私が切り開いてみせるわ。後ろの怪物はあなたが倒したようね。さすが第三小隊の未来の星だわ。どうして照れてるの？キャロルだったらとうに舞い上がってるでしょうね。そうだ、今ので思い出したんだけど、さっきの話はキャロルに言っちゃダメよ。あの子はあなたと違って飴と鞭の両方が必要だから。一気に褒めすぎるとむしろ成長の邪魔をしてしまうわ。あら、メイ先生って呼びたいなら特別に許可してもいいわよ。そう、じゃあそろそろ戻りましょう。予定していた課題も無事クリアしたしね。
なただったのね。違います。私の先生は天命のバルキリーなんです。いえ、実は彼女たちは私を知りません。私はただネットで彼女たちの授業を聞いただけです。スーサナとスタンと言ってサイトを見つけたんです。そのチャンネルではよく元バルキリーを招いて一般知識や一本の動画はそれほど長くないんですが、どの動画も何度も見直して見逃しがないようにしてました。私もそのチャンネルで天命を知りました。ただ両親先生たちによると、あの災害がまだ終わってない頃から天命は崩壊との戦いの今、私たちが平和に暮らしているのもバルキリーの対応だから、私はすごく天命のバルキリーを尊敬しているんです。大崩壊が終わった後、天命は再び世界各地の復興に取り組み、多くの物資と私たちがセントフォンテーヌで発見した鎮痛剤は先生の授業の演習で見たことがあります。授業の後に詳しく調べたら、天命が外部に配布している援助物資の一つだと知ったんです。だからセントフォンテーヌで見た時にとても印象深くて、それとある先生はゲストとしてバルキリーの治療法を教えるために寝ている友人を包帯でぐるぐる巻きにして健康に、私も同じ方法で屋根にいた子猫を治療したことがあります。でもゴーヤジュースより牛乳の方が好きみたいで、他にもいろいろな例がありますが、先生たちはいつも思いがけない方法で私たちを学ばせてくれます。だから私は彼女たちみたいな人になりたいんです。はい、頑張ります。こんにちは先輩。
なただったのね。やあ、親友。こんにちは、先輩。あなただったのね。あなただったのね。あなただったのね。聞いてるぜ。やあ、僕の親友。こっちに来なよ。何を見つけたと思う？ほらほら、早く僕が何を見つけたか見てみなよ。大豊作だ。ウイスキー、テキーラ、ラム、シェリー。親友、これがどういうことかわかる？ここに宣言しよう。店名セントフォンテーヌバー、本日正式開店だ。こんにちは、君が初めてのお客さんだ。何を飲むんだい？バーテンダーライル・コンローディが心を込めてもてなそう。あはそんな固いこと言うなよ。僕のおすすめは、まずは爽やかなノンアルコールドリンクかな。どうぞお客様。僕に不得意な生活スキルがあると思う？ただのソフトドリンクでそこまで大げさな。残念ながら材料が不足してるんだ。じゃなきゃおつまみも作ってたのに。あまり褒めるなよ。僕の作ったチーズフォンデュが懐かしいのか？これが僕の人気の秘訣なんだ。料理上手の男性の方が人気があるって言うだろう。6歳から料理をしている僕にとって簡単なドリンクなんてあっという間さ。
好きならもっと腕前を披露してあげてもいいよ。嘘じゃない、僕の腕前はクー姉さんですら。ただいま戻り、隊長、ディミトちゃん、おかえり。これは僕基地での留守番っていう任務をサボってなんかいないからね。ほら早くグラスを片付けて。この臨時のバーカウンターをとても気に入ったようですね。ああそうだな親友、すぐに出発しよう。待ってください、ちょうど喉が渇いていたので2杯ください。もちろんノンアルコールで。すぐに。ふう、怒られるかと思った。ブローニャ隊長って思ったより人情があるんだな。あ、隊長でしたら私がすっきりする爽やかなドリンクを作ってもいいですか？お、ディミドちゃんもカクテルを作れるんだ。すごく意外だよ。いえ、その一種類しか作れません。以前ネットを見ながら作ったことがあるんです。ではお願いします。できました。先輩方のも作りました。嫌じゃなければどうぞ。あの、口に合わなかったら無理して飲む必要安心してティミドちゃん、バーテンダーである僕がアドバイスしてあげるよ。これは天才的です。お、本当に初心者なんだよね。え、あ、はい、これが初めてです。僕の負けだよ。親友、僕に人生を考える時間をくれないか。